今日もですね、本編の撮影後にこのような感じで、子ガモたちがね集まってきてましたので、ちょっとだけ、番外編続編ということで、今カメラ回しております。今手前にね、ここにいる子たちが1,2,3,4,5,6,7,8,9 はいまして、ちょうど向こうにね、多分高いところにいるのがオスガモ、それから低いところにママガモがいて、そこにねヒナガモがにはいますんでね、今ママが潜っちゃいましたけど、で合計今日も相変わらず、まあ、家族というか13羽カモがちゃんとおります。位置はね、ママの元から離れて、こっちの方に近づいている子がいるんですが、あ、今位置は合流しますね。こっちに、下の方に今います。多分上に上がってくるとは思うんですけど、一回ここに来てから上に上がるんだと思うんですけどね、どいてくれどいてくれって感じで訴えてると思うんですよ、他の子に。上がりたいよって。 そんなことないんですかね。毛づくろいとか水かきでこう書いてますんでね。あ、今ママとね、ママっ子の一羽の、あ、今上がりました。今もう1羽の子ガモとね、ママは向こう行っちゃいますね。お、なんかもう飛びそうなね雰囲気はあるんですけど、まだ羽が全然ちっちゃいんでね。はい、これでヒナ11羽こちらの方に揃って、向こうに、お、またママどっかに遊びに行っちゃうのかなって思ったんですけど、それは行かなかったですね。でママも上に上がるのかな。でオスガモも向こうからこちらの方に、オスガモもね、やっぱりポツンと1羽離れているのは嫌みたいでね、まあ、距離は置いてるんですけど、まあ、それなりに近づいてはきます。はい、ということで番外編もこれぐらいにさせていただきます。ありがとうございます。